今回の動画は100均のグッズを使ったトレーニングを紹介していきたいと思います。第1弾はこちら、じゃん、この風船を使ったトレーニングですね。こちら100円ショップで売ってるんですけど、15個入りで、しかもカラーもいろいろあって、まあ、色も楽しめるみたいなところがあります。至ってシンプルです。もうただこの風船を使ってトレーニングをしていく。でこれをやることによって、まあ、よく今、まあ、ちょっと前から流行ってる、まあ、ドローインっていってなんか呼吸、腹式呼吸みたいなのもあるんですけど、やっぱ意識がしづらいんですよね。呼吸ってのは人間呼吸止まっちゃうと死んでしまうので、無意識でもできて、意識的にも、まあ、できるっちゃできるんですけど、まあ、普段無意識でやってることを意識に取り入れることって非常に難しいので、まあ、それを、まあ、効果的にやっていくようなツールの一つとしてこちら風船15個で100円なので1個単価が1円以下というすごいコスパがいいです。でこちらを使ってちょっとやっていきます。で最初にあんまり風船とか膨らませることがない方はちょっとこの口を引っ張ってあげると楽になります。でこちらを使ってやるトレーニングのポイントは3つです。まずは、無理をしない、ぐーっといっぱいいっぱい呼吸するというよりも吐ける範囲でまずやっていく。吐くことを意識することが非常に大事になります。吐くことによって、風船を膨らませていくので、まあ当然なんですけど、まあ、それが一つと、二つ目はぐーっとお腹をこう突き出さないように肋骨をふーっと吐いてる時に下げていくような形ですね。そうすると横隔膜が下がってくるような形になるので、横隔膜を上下に動かすってことがポイントになります。はい、なので肋骨のこの下あたりを少し触りながらやっていくと最初はいいと思います。で最後に3つ目ですね。3つ目はこの風船を、膨らませた時に肩に力を入れない。こう、まあ、最初の1つ目のポイントに似てるんですけど、力を入れすぎないようにするっていうのは肩に力を入れないというところとが非常に大事になってくるので、まあ、この3点をちょっと意識しながらやってみてください。早速ちょっと膨らませてみます。まずはもう本当に単純に座りながらでいいです。でこれ実はですね、今コロナ、新型コロナウイルス流行ってますけど、あれは呼吸器系といって、まあ肺だったりとかその呼吸器に問題がある疾患なので、まあ、こういった呼吸を意識して、まあ、肺を鍛えるっていうのは非常に大事ですね。まあ飲み込みが弱いとか突っかかるとかっていう人にも効果的になるので、ぜひぜひやってみていただき、ただ血圧がちょっと高い方とかはあまり本当に無理すると血管的にも良くないので、それだけ気をつけてください。ではまずはこの状態で最初は持っていただいてもいいと思います。このままこんな感じです。でポイントは口を広げるよりも口すぼめといって、口をすぼめてあげると横隔膜、お腹が意識しやすくなるので、まあポイントとしてもう一個追加するのであれば、その口をすぼめてやるっていうのをポイントとしてやってみてください。まあ座ってやって、まあ、テレビ見ながらとかっていうのでも全然いいですし、あとはいろんな姿勢でやってあげるといいと思います。例えば、まあ、体幹トレーニングとやっててあんまり効かないなとかっていう方は、体幹トレーニングをやりながらとか、スクワットをやりながらとか、ちょっとバリエーションを何個かやってみましょう。こんな状態で、お腹を意識するには実はうつ伏せが一番いいです。うつ伏せでお腹を天井に向けてグーッと床から離すような形ですね。この状態で、
こんな感じです、はい、あとは上向きになって寝ながらでもいいですね。で、こちらこの状態で口の力が弱いとっていう形になっているパターンもあるので、まあ、 家でやる場合は別にこう布団でも問題ないと思うので、できる範囲でやっていきましょう。まあ、これができてきたらあとはもうちょっとお腹に効かせたいなっていう場合はこの状態で手と足を上げます。こういう形でやっていきます。まあ、今鬼滅の刃が流行ってる、あの映画の方は修行で氷炭を割るみたいなのもありますけど、呼吸を意識するのは非常に大事になります。物足りない人はもうちょっとですね。例えばこの状態で体幹の状態で上げてからこういうような形でいろいろなバリエーションでやってあげると非常にいいと思います。ただちょっと唾が飛んだりするのでそれだけ気をつけていただいて、まあ100均の道具を使って簡単にトレーニングをちょっと負荷を高めるっていうのができますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。まあ、チャレンジされたらですねこちらコメントをいただけると嬉しいなと思いますのでよろしくお願いします。コメントお待ちしてます。